あ、どうも、あ、どうも、あ、トゥーキュー、ドゥー、ドゥー、ドゥー、イェー、めっちゃフィリー、フグトク。ということで、ありがとうございます。始まりました。よろしくお願いします。先週はですね、お盆休みということで、なんて言うんですか、再放送ありまして、先々週ね、俺は途中で収録してる時に気がつきました。あ、これ2回流れるんだ、みたいな、ちょっと恥ずかしい感じの、ネタを入れてしまいまして、まあ、それもね、まあいいかと、それも味ですね、この番組ね。ということで、よろしくお願いします。ね、今日はですね、23日、45回目になりましたね。はい、ありがとうございます。やっぱりね、もう夏ですけども、ね、セミが階段のとこに上向いてパタって倒れてますね。大変ですよ。もううちなんかはもうパニックですよ。下の子とかはもう虫が嫌いなので、セミが上向いて倒れひっくり返ってるね、あれもうよくあるあるじゃないですか。もうこれはもうね、もう何言ってるなと思ってね、横通っていくとミミミミミミっつって、ね、飛んでったりとか、なんだ生きてるんかいみたいな、あれがやっぱ子供は怖いみたいですね。それがね、いやー怖い、嫌だ、ちょっとあっちやめてって泣いてるんですよね。セミ泣いてないのに子供泣いてる、お後がよろしいようでみたいなね。明らかにこれはこのね、電車の中で考えたやつですね、これね。で、そう、俺は分かってる。ああ、これ考えたなと。もうこれは思いつきで喋ってるわけじゃないなっていうのが、今ね、手に取るように分かるかな。皆さんも分かったと思いますね、これね。うまい系、みたいなね。うまくはないんですけどね。そういうこともありますから。確かにね、大人でもビビるからね。そういう意味では本当にやっぱり何て言うかな、子供とは目線が違うというところがね、あると思います、あると思いますね、本当にね。俺はね、昔ね、自分家の子供がまだちっちゃい時、保育園行ってるぐらいのなんかふらふら子供でね、歩いてっちゃう感じだったんですけども、お祭りの時ね、ちょっと見てたんですよ。ちょっと離れたところで一人でふらふらして歩いてるから、でね、これ迷子になるんじゃないかなと思って、でもし迷子になんか知らないわけわかんない方向行っちゃったら大変なんで、そしたらサッタッタって行こうと思って、ね、ちょっと見てたんです。そしたらね、ちっちゃい子ってね、お尻しか見てないのね、お母さんだと思う。だから同じようなジーパン履いて歩いてると、そのお尻にくっついてっちゃうんだよね。大変です。ということで、番組スタートします。どうぞ。はい、ということで始まりました。よろしくお願いいたします。ちょっと話が途中になっちゃったんですけど、そういう感じなんでね、ちっちゃい子のお父さんとかお母さんね、気をつけた方がいいですよ。もうね、やっぱ子供は目線が低いんでね、大人が思ってる以上にね、やっぱ視野がまた違いますから、もうお尻だけ見てますね。お尻の感じを見て、ジーパンとか、お母さんが履いてるズボンの素材みたいなやつを見て、そのお尻くっついてって、で、ほら、手が伸びてるでしょ？その手に捕まろうとするんですよ。知らない、女性の人の。なんか星的にはやっぱ似たような感じなのかな、ちょっと分かんなかったけど、で手つなごうとするんですよ。でやっぱそれ知らない人だから、なんか手に触るから、なんかこう手を避けるじゃないですか。でそこで気がつくんですよ、子供。あれ、手つないでくんだよ、あれ違う人だみたいな、って子供になって、でいやどうしようと思って、なんかやっぱ大人だと来た道を戻ろうとか思うじゃないですか。子供ってどうしようと思って、なんかね、行ったことない方行っちゃうんですよね。あっちかなっつって。その予想、これが迷子と思ってね。おいおいおい、なんでそっち行くんだよみたいな。戻りゃいいじゃんと思うんだけど、やっぱそういうことだよね。ねえ、やっぱほら、行方不明になっちゃったりとか、なんか大人が見てない間にみたいなね、ああいうのあるじゃないですか。だからやっぱそう言ってね、確かに自分が子供の時はなんかね、振り返ればみたいなことあるけど、やっぱりね、やっぱとっさの判断っていうか、暑いしね、もうぼーっとしてたりね、しますから、なんて言ったのかな、もうね、もう何十年も昔のやつを思い出してみたいなことになんないですからね、さすがに。だからね、気をつけましょうということですね。まあね、うちの子はだいぶ今大きくなったんで、
とは思いますけど、でもまあ油断してるとね、どっか行っちゃうかもしれないしね、まあ、なかなか今はね怖いニュースとかもあったりするからね、お子さんをお持ちの方はなかなか、ね、気が気じゃない感じがねちょっとあるとは思うんですけどね、ということでですね、本日はですね、そうだな、お盆とかね、やっぱほら子供っていうとほら、あのナスのやつとかさ、馬みたいな感じになったでしょ、キュウリとか、あれとかもあれですよね、あのなんて言うんだろう、子供の時にさ、なんかおもちゃかなみたいなね、なんか誰かがいたずら作ったんかなとか思うんだけど、でもね、やっぱ触らないよね。俺も一回も触ったことない、あ、これなんか誰か作ったんだなって思うのは思うけど、いじろうとはさすがに思わないですもんね。なんかナスで作ってるみたいなね、これね、工作みたいなね、だからそういうのってやっぱなんか子供ながら分かるのかな、いや生まれその物心ない時にこうやっぱ親に言われたりとかしてるのかな、自分でもね、子供には言ってたりこういたずらしちゃダメなんだよっつってて言ったりするからね、どうなんでしょうかね、やっぱねそういうのってなんか感覚で分かるのかな、それともまあなんかちっちゃい時の記憶で刷り込まれてあるのかなというね、その辺もう、ね、子供のね立場になってとかできないですもんね、やっぱね、難しいということでね、何ですかこの話は、ということでね、やっております、はい、よろしくお願いします、23日でございますね、ということですね、いや夏休みね結構行かれました、俺はどうしてもね近場になっちゃいまして、川越に行ってきましたねこの間、駄菓子屋さんとかを最近行って、やっぱ先週もちょっと話しましたけど TikTok とかああいうので、なんか懐かしいガチャガチャみたいのがやりたいとね、簡単に言うと当たりがついてるガチャガチャ、当たりはこう1000円ガチャとかあるじゃないですか、あんなんだって外しか出ないじゃないですか、ね、だから1000円はねちょっと高いですよ、まあ、はっきり言って1000円やって動画撮りました、で大体ねあるあるなんですけど、なんかネックレスが出るんですよね、羽で作ったネックレスみたいな、なんかねよくわかんないやつ、おしゃれか何なのかみたいな、なんかそれつけてたら、あ、1000円ガチャやった人だなみたいな、なんかあとはなんか変なごっついなんかよくわかんないデザインの指輪とか、出てきちゃうから、それじゃなくてもうなんかはっきり言って今こういうのあんまり大っぴらにやると良くないんじゃないみたいなね、そういうガチャガチャ当たりはこれが出ますって出ないでしょどうせみたいな、ああいうガチャガチャをやると面白いかなと思って、だからねあんまないんですよやっぱりこういうのって、でそうなってくるとやっぱ駄菓子屋さん的な、パチモン系的なものがね売ってたりするようなお店、行きたいということで、でやっぱねなかったですけども、ね、結果ねでも川越のね菓子屋横丁とかうろうろしてきました、ね、うちの子もうでもね上のお姉ちゃんの時もそうだけどもう俺女の子ってお母さんとは出かけたりするけどお父さんと単体であんまり行くっていうことあんまりしなくなるんですよねやっぱね、だからもう今年で最後かな来年ぐらいで終わりかなとか思いながら2人でね、電車乗ってちょっと歩いて、なんか食べたいって言えば、買ってあげて一緒に食べて、っていう感じでねちょっとね軽く出かけてきました、その動画もね、撮ってますんで、川野チャンネルの方ですね、見ていただけると、こんな感じでできたんだなと、あとなんだっけさつまいもチップスみたいな感じのやってたかな、それも美味しかった、なんかさつまいもだから甘いのかなと思ったけど全然甘くない、まあ塩がいっぱいあるからかなよくわかんないんですけど、そんな食べたりね、なんかね小江戸っていうぐらいですから団子食べたりとかね、団子1本60円でつってね、それ食べてねもっさもっさしてるけどみたいな感じでね、でも美味しい、うちの子は美味しいっつって食べたから、あ、よかったよかったところがね、2人でね行ってね、行ってで途中疲れちゃってね暑いしね、辛いなっつって、ね、バス乗ってきましたね、あれね結構駅から歩くんですよあの辺って、この観光名所って、ちょっと駅から歩くんですけどもうバス乗っちゃいましたね、はい、そんな感じでね行ってきましたのでね、どうかなということでね、やっております。あとはですね、先週言いました、
池袋 FM の番組みかんの夜間ですね、そちらゲストで出演させていただいて、で、下でコーヒー飲みますみたいな話になりまして、ビルの隣にあるんですけども、ドーナツ屋さんがあるんですけども、そこがね池袋 FM の、MC の人たちが結構ね、収録前打ち合わせしたりとかいろいろよく行ってるんですよね。よく行くんですよ。で、俺は普段あんまりそう行かないんで俺はあんまりそういうところで飲んだりしないって、本当に誰かおごってくれないで行かないから前来ましたよねつって、そうなんですよつってね、で、本当におごってくれないとちょっと来れないんで、なかなかねつって、店主のねおばちゃんとお話ししてね、そしたらですね、永井ランドさん、ね、永井ランドさんですよ、アーティスト、絵を描いたりとか、そして歌も歌ってますね、永井ランドさん。ちょっとYouTube 版の方でね出しますけどね、こんな感じでね、永井ランドさんの、ちょっとね絵をねなんか描いた名刺みたいな感じでね、絵を描いてくださってて、なんか、アートな感じの絵ですね、そちらをいただきまして、ね、いつかうちの番組にも来てくださいという話をねしてました。歌も歌ってますんでね、はい、楽しいお話をねさせていただきました。で、ね、絵も飾ってるんですよ、やっぱりそこのドーナツ屋さんにね。で、何ですかこの絵はつってね、チンコですかみたいな感じでシルエットみたいなのがあったから、いやいやつってね、いやこれ私なんです、店主のおばちゃんの絵を描いてくれたってことね、すいません変なこと言ってつって、頭から白いのが出てるみたいな、冗談です、冗談ですつって言ってたら、奥に永井ランドさんがいて、本当冗談ですからつって、ね、面白いかなと思って言ったんですよね。気悪くされたらね、ちょっと初対面で感じ悪いなと思ってね、そうやりまして、お話しさせていただきました。永井ランドさん聞いてるかな、あと連絡しとこう、ということで、今日は復活曲、ね、かけたい、ね、毎週かけてますけども、今日の曲はあれです、もう懐かしいな、米米クラブのロマン飛行でございます。米米クラブさんのねオフィシャルの YouTube にですね、ミュージックビデオ、沖縄のキャンペーンの、ミュージックビデオがね上がっております。これね、オフィシャルが上げてるのか大丈夫だね、これもねなんか懐かしい気持ちになりました。俺中学生の頃だったから、これこの曲がね、ということで皆さん聴いてください、ロマン飛行です、どうぞ。はい、ということでありがとうございました。ロマン飛行でございますね、皆さんよかったらミュージックビデオ、俺には全く関係ないんですけれども、いやちょっとね懐かしかった。しかもねやっぱり CM 用の動画なのかな、撮影されてるのかな、絵がすごい使い回しがされてるっていう感じ、あれがねやっぱりね、JAL 沖縄キャンペーン1990っていうね、やつですから、やっぱねご本人さんたちがお忙しい中撮影するのかなっていう、沖縄の海でね撮ったりとかして、なんかこう何なんか南国の神様が乗ってるみたいな船に、なんかみんながね大きい旗みたいのとか、竜のなんか中国の踊りで使うような棒でこうフラフラするようなやつとか、なんかそんなん持ってね金ピカのやつでねこうやったりとか、白い格好でねなんかみたいなね、神様の使いみたいな感じのこのミュージックビデオみたいなやつ、あれもね見ると楽しいですね、懐かしいな。皆さんそれ知らない、リアルで知らない方どう思うのかな、ミュージックビデオ、なんか画質がなんかちょっと荒いなとかちょっと思ってそうかな、ちょっと分かんないですけど ね、でもなかなかいいでございますよ、皆さんよかったらチェックしてみてくださいね、よろしくお願いします。ということでですね、深い場所というか、ね、深谷のね、いいところを紹介するコーナーでございます。これはですね、あれですね、FM ふっかちゃんの YouTube チャンネルを紹介したいと思います。ね、楽しいです。いろんな番組が、この、生配信みたいなのしてますから。ね、皆さんももしよかったらチェックしてください。あ、でも、なんか、あれなのかな、どうしても情報番組とか情報バラエティみたいな感じになっちゃったりするとあれかな、情報が古いなってなっちゃうのかな、ね、今言われてもみたいな感じになっちゃうのかな、どうなんでしょうかね。まあでも、そういうのをやってるとリアルタイムでやってるっていうのが分かるので、あ、今やってるかなっていうのがね分かると思いますんで、ラジオでねなかなか喋ってる感じっていうのはね伝わらなかったりとかする場合もあるので、そちらね、YouTube の、見ていただくとまたね、ラジオのイメージもちょっと変わるのかなというね、
感じもねしますよね。はい、まあそんな感じでね、 YouTube ではね、あとあれですね、最近見てるのは俺はあれです、俺はあれっていうのもおかしいですけども、アニメのね筋肉マンがね期間限定でね1話からずっとやってるんですよ。毎日1話ずつ、1話って言っても筋肉マンってアニメ昔やってた時に、前編後編で1話ずつやってたんです。1話完結を、2話やってた感じです。だからあの1日で放送、前昔は日曜日の朝やってたんですよ、4チャンネルで、それが毎日こう放送を YouTube でアップされているという、絵が綺麗だしね、なんか当時のなんか古めかしい感じじゃなくて、もうなんか明らかに、あ、DVD で売りますみたいな感じがちょっとありますけれども、なんかね、結構あるんですよね。DVD で売るとか、ブルーレイとかで、絵を綺麗にして、なんか音とかね、良くしたりとかして。DVD でこれからまとめてボックスで売りますんで、まあ、せっかく作ったんで放送しましょうか、みたいな感じが、雰囲気がね、ちょっとあったりしますよね。なんか、DVD、筋肉マンボックスも昔売ってましたけどね、アニメのやつね。金消しがいっぱいついてるやつ。全種類セットみたいな。ただ、あれから、また新しいのもまたね、復刻で、売られたりとか、また続編シリーズみたいなことでね、また、新しいの売られちゃったりしてるから、またその辺どうなのかなと思うんですけども、ね、金消しのリングとか、プレミアムバンダイっていうね、ネット通販みたいな感じで、バンダイさんがやってるんですよ。お店に並ばないやつ、なんか期間限定で注文して買うみたいなやつ、それもなんかオリジナルの金消しみたいなとか、まあ、筋肉マンだけじゃないんですけど、なんかいろんな、なんかガンプラとか、なんかおもちゃ、仮面ライダーのおもちゃとか、ああいうのも限定販売みたいなね、されてたりするんで、で、それね、だもう本当大人が買いますみたいな、まだ、高いんですよ、そんなするんかいみたいな、ちょっとありますけども、ファンは欲しいみたいな、俺も金消しの、リングがすげえ欲しくなって、駄菓子屋さんで昔売ってたんですけど、すぐ壊れちゃうんですよ、やっぱり。輪ゴムをね、プロレスのリングのロープにするんで、輪ゴムがね、ブリーンってね、縮まって、そのコーナーポスト、輪ゴムを止めてるやつがバリーンって取れちゃったりするんですよ。何これっつって、すぐ壊れちゃう、すぐ捨てちゃうんですけど、でもリングあったら金消し飾れんのになみたいなね、金消しじゃないですね、よかったね、失礼しました。筋肉マン、アニメの筋肉マンが期間限定で1話から毎日アップされてるんですよ。で、それ俺はもう暇つぶしっていうか、暇な時にこう見てます。もう1話から。1話で子供の頃ね、感動したんですよ、筋肉マン。テリーマンをぶん殴るんですから、と、つって。なんでかっていうと、怪獣にね、大きい、モンスターみたいなやつにね、お父さんを連れてかれちゃったと。で、お父さんを助けてってテリーマンに来るんですね。筋肉マンには来ずに。で、貯金箱持ってきて、言うつってね、テリーマンその時はね、もう金にうるさい、がめついやつだから。言うとお金をねもらわないとそういう人助けしないっていう人 で貯金箱持ってきて、お金持ってきたよっつってガシャンって割って、小銭をはい テリーマンこれでって言ったらね、テリーマンの子供を蹴ったんですね。ひでえやつだみたいな、言うこんなんで、助けられないぜみたいな、ひでえやつだなおいと思って、だから筋肉マンがそのテリーマンをぶん殴って、よしっつって、そのお金、散らばったお金をね、子供に渡して、よしじゃあ、俺が倒しに行くぞっつってね、終わるんですよ。子供ながらね、すげえいい話と思って、大人が見てちょっと泣きそうになりましたからね、また。つい最近の話なんですけど、やべえ、泣きそうと思って、筋肉マンいいやつ、みたいな、ね、まあそんな感じで。FM ふっかちゃんの YouTube チャンネルを皆さん見てください。筋肉マンもいいんですけどね。で、生配信やってるね、ので、そっちを聞いて、ね、聞いていただければな、なんて思います。俺がね、ゲストに出させていただいた、ね、番組残ってんじゃないかな、まだね。金曜日のね、ファンキーさんやってるんですね。ということでよろしくお願いします。ね、遡ってみたらね、いろんな番組も多分残ってると思いますので、ね、その辺チェックしてみてください、ね。チャンネル登録したらみんな喜ぶと思うので、よかったらチャンネル登録もね、チャンネル登録ってただなので、よかったら、これね、そうなんですよ。本当はですね、見てる人に言うものじゃないんですけど、やっぱりどうしても、チャンネル登録お願いしますってね、やっぱ出てる側が言わないと、毎回毎回言わないといけないってよく言いますね。
ええ、やっぱりあの言わないと伝わらないという、ね、してくださいってこう後から言ってもね、あのその時にしてくださいって言わないと伝わらないよってよく言います、ええ、だから俺はどうしても取りだめたやつが全部言ってるって、ね、毎回言うの忘れちゃうんでね、自分のラジオの番組のタイトルすら言うの忘れたりする人間なので、その辺はね、もう取ってあったものが毎回流れるっていう感じでね、この番組は川野田の深い話という番組でございます、ね、どこが深いんだって話もありますけども、そういう意味ではね、どこが深いのかは分かりません、ね、本当にね、先々週か、再放送か、先週もそうか、ですね、ヤミさんのね、みかんの夜間っていうね、池袋 FM の番組なんですけど、みかんの夜間ってね、なんか黒い話、テーマ黒い話みたいな、話題みたいな感じで話してて、特にな、ほんと打ち合わせもなく、急に振られたんであんまり話さなかったんですけど、まあ黒い話っていうことだろうな、ということで、まあまあそれはね、チェックしていただければなと思うんですけども、まあまあまあそんな感じでね、この番組もね、テーマ夏っていうのがありました。全く言ってなかったんですけども、皆さん気になる方ね、メッセージ送ってください。9月になってもね、有効ですので、それはね、まあちょっとね、タイミングが遅れちゃう場合もありますけども、よかったら、皆さん FM ふっかちゃんのホームページからメッセージ送ってみてください。採用されると思うよ、大体、ということでよろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。エンディングのコーナーコーナー行こうなーということで、ありがとうございます。こういうこともね、言っていかないといけない、ね、電車の中で考えたのかなっていうね、そういうわけじゃないんですけども、いろいろ言い訳もしながらやっておりますね、皆さん、よかったらね、なんかあこれ面白い話だなとか、あこんなん言ったらどうかなっていうのもね、皆さん送ってください、ね、よろしくお願いします、ね、FM ふっかちゃんのホームページから、こんなギャグどうですかっていうね、皆さん、お願いします、ね、ダジャレはあんまり、正直なところちょっとダジャレはあんまり ね、まあまあそれはそれで面白いんですけども、はい、よろしくお願いいたします、ということでですね、そうだな、ちょっと、まあ、まだあんまり具体的なことが決まってないんで、ちょっと言うのもどうかなと思うんですけども、ね、FM、いや、ごめんなさい、池袋 FM の方で、公開収録をやります、ね、ライブハウスで公開収録やるんです。ただ、日にちとか、ちょっと収録、ね、時点では、ちょっとまだ日にちだと決まっておりません。なので、まあ、もし気になる方がいれば、まあ、池袋でやるんでね、ちょっとね、遠いかなと思うんですけど、まあ、気になる方いったら、ラジオの公開収録、プラスオフ会みたいな感じで、ね、お話ししたりとか、写真を撮ったり、他に出演者がいるんですけども、握手したりとか、サインしたり、写真を撮ったり、軽いお触りあったりみたいなね、それは冗談なんですけども、他の人にされたら困っちゃうんで、これ自由です。オフ会は自由で、出入りは自由です、出入りっていうか、もう、もう別にそういうの興味ないからって変えられても全然構いません。ね、まあ、出演者とかも、まあ、今現時点ではちょっと言えないんですけども、番組に、ゆかりのある方、この番組にもねゲストに来ていただいた EU さん出るかもっていうことでね、それくらいしか言えない、わからない、ちょっとね、いろいろバタバタしてまして、具体的に出ないかもしれない、わからないです、まだね、ちょっと日にちがね、10月、または11月になる可能性があります、だからまだまだね、ちょっと言うの早いんですけど、まあそういうこともね、やっておりますんで、まあもしよかったら、このね、ふっかちゃんの方でもなんかね、ふっかいい話でもなんかやれればなとは思うんですけど、なかなかね、大変なんでね、まあまあまあ全部一人でやってますからなかなかね、あれなんですけれども、まあなんかあればね、こう話題はね、こう喋っていけるので、なんかねやれたらななんて思っておりますということで、今週は、ありがとうございました。また来週のお楽しみでございます。ありがとうございました。また聞いてください。ということで、ありがとうございました、チャンネル登録、そして高評価お願いします。そして川野チャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいなのがあるんですけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから
ここにはいち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。結構やってるぞ。どうもどうも東京どうもどうもどうも東京どうもどうもどうも東京どうも、あれ歌詞がもうないよ。とりあえず踊っとけ。別の動画も見てね。